おはようございます。ごらん、布団に潜らない。おはようございますと言ってるでしょ知りません。休みの日だからと言って、いつまでも朝寝坊していい理由にはならないでしょただでさえ、最近お腹が出てきたんですから。たまには一緒にウォーキングでもしませんか健康的ですよ。はぁ、いい加減にしなさい。 誰の大人がみっともない。少し寒いぐらいで悲鳴なんてあげないでください。本当にしょうがない人。私がいなければ朝満足に起きることもできないなんて。まるで小学生ですね。私は小学生の夫を持ったつもりはありませんよ。朝ごはんもできているんですから、冷めないうちに食べてしまってください。ほら、行きますよ。 もうこんな時間ですか。そろそろお昼にしましょうか。何か食べたいものはありますか何ですは一体どういう風の吹き回しですかあなたが自分から料理を作るなんて。たまにはって、そうやって何でも思いつきで行動しないでください。 あなたに冷蔵庫の中の食材を割らされるのはごめんです。余計な気なんて回さないで、さっさと何が食べたいか言ってみてください。常識的な範囲でね。でもじゃない。あなたの出る幕はありませんから、潔く諦めてください。不服 <laughs> そうですね。いいですか一体何に影響されたのかわかりませんが。 先ほども言ったように、いきなり思いつきで話を進めようとしないでください。私はあなたの料理を作ることに喜びを感じてるんです。あなたのお腹に入るものは、私がすべてこの手で作ります。わかりましたね。大方、誰かに吹き込まれたんでしょう。奥さんにばかり家事をやらせるなんて、 たまには料理でも作って見直してもらって、とかなんとか。そういうの、朝知恵って言うんです。エゴイズムとも言うんです。仮にあなたに家事をしてもらったところで、私は一つも嬉しくありません。あなたの身の回りの世話は、すべて私がこなし。あなたには、 そう。私がいなくなったら、死んでしまうほどになってしまえ、とさえ、思っています。もちろん、これは、言葉のあやですから、いなくなりもしなければ、死んでほしいとも、思ってはいませんけど。私は家事と仕事に、やりがいと楽しさを感じているんです。あなたの身勝手で、 私の楽しみを奪わないでください。わかりましたね。で、何が食べたいんです <laughs> そればっかり、よく食べてあげませんね。わかりました。オムライスですね。今からさっと作ってしまうので、あなたはそこで座って待っててください。勝手に掃除をしたり、 お皿の用意などしないように。いいですね。あ、今までどこへ行ってたんですかお昼を食べるなり急にどこかへ行ってしまって。連絡したらすぐ帰るだなんて言ってたじゃないですか。それなのにもう3時間も経ってる。何度も何度もメッセージ入れたのに一度きりで全然反応してくれないし。 私がどれだけ心配したと思ってるんです勝手に私の目の届かないところへ行かないでください。あなたは、私がいないと何もできないくせに。で、それは何ですかその、後ろに隠しているものです。明らかに不自然でしょ本当に頭の働かない人ですね。まさか、また無駄遣いしたんですか 私からの連絡に返信しなかったのも、それが原因だったり。あなたという人は。いいから出しなさい。一体どんなくだらないものを買ってきたんですかほら。花あなたもいちいち訳のわからない人ですね。今度は何です生け花でもするつもりですか 別に人の趣味をとやかく言うつもりはありませんが、散らかしたものを片付けるのは私の仕事だということを忘れないでくださいね。はぁじゃあ何なんですかあなたに花を好む趣味なんてなかったでしょだったらどうして急に花なんて。私にうーん。えぇ、ー、そうですか。これは私に ねえ。へえ <laughs> なるほど。うーんー。理由は日頃の感謝なんて何を似合わないこと。いいですか昼にも話しましたが、私があなたの世話をするのは私がそうしたいからです。別にあなたに感謝されたくてしてるわけではありません。 それに感謝するならわざわざ花なんて買ってこなくても、伝える方法はいくらでもあるでしょ例えば、えー、こう、ありがとうって言ってみるとか。うん、まあ、いつも言ってくれますもんね。ちょっとにかく、そういう似合わないことをしないでください。それと、私としては、 あなたに連絡がつかないことの方がずっと悲しいです。一応、あなたからの気持ちということで、この花は受け取っておきますが。どうもありがとう。それにしても、プレゼントに花とは、あなたもベタなことをしますわね。いや、あなたの場合は、ただアイデアが欠乏しているだけでしょうか。それに、なんでこの時期にカーネーションなんですか 花言葉にしたって、いまいち意味がわからないんですかバカ。赤いカーネーションを送るのは母の日です。花言葉も、母への愛。妻に送るには不適切だと思うんですけど。まったく、どれだけ額がないんですか、あなたは。それとも何ですかあなたにとって、私は母のような存在とでも で見ただけです。バカ。まあ、この花には罪はありませんし、綺麗に飾らせていただきます。玄関にでも生きておきましょうかね。まったくいきなりこんな、よくわからない真似をして、何なんですかもう。昼に行った私がいなくなったら、なんて、例え話に、不安でも感じましたか その反応、つぼしへぇ。そうですか。あなたは私にいなくなられては困るんですね。まあ、それも当然。私がいなきゃあなたは朝も起きれなければ、食事も掃除もできないんですものね。私の大切さ、ようやくその骨身に染みついたようで。 嬉しいですよ。ええ。そんなバカな心配をしなくても、私はどこへも行ったりしませんよ。私は人を退化させて、いきなり放り出すほど、悪趣味じゃありませんから。あなたが私に、そうですね。こんな風に誠意を見せてくれるなら、私は勝手にいなくなったりしません。約束します。 だからあなたは、せいぜい私に甘えて、依存して、そう、例えば私がいないと、不安で泣き出してしまうくらい。私のこと、愛してくださいね。